こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グロリーチャイム好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグロリーチャイム花に立ちます。その後ろからはアーバンガルデル、この馬も上がっていく構えです。さらにはフライティルドーン、2番、イッツオールグリークトゥーミー、その後ろ後方に控えたのがポタシャー。もう一度先頭から先手を取ったのはグロリーチャイム、内からはフライティルドーン、黄色の帽子アーバンガルデル、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。 It's all Greek to me、 先手を取りました。アーバンガルデル、すぐ後ろ緑の帽子スカイクラシック、その後ろすぐ隣にグロリーチャイム、すぐ後ろにナショナルシュバリエ、青の帽子フライティルドーン、その後ろすぐ後ろにスターオブコジー、並んで4番オートキャニオン、すぐ後ろにゴールデンフェザント、さらにはエイティバド、その後ろにポタシャー、最後方にスムースエリート、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてイッツオールグリークトゥーミー、スカイクラシック、ほとんど差がありません。アーバンガルデル、3番手イクノディクタス、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアーバンガルデル、イッツオールグリークトゥーミー、その後ろスカイクラシック、その後ろイクノディクタス、後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イッツオールグリークトゥーミー先頭、差はほとんどない。2番手はフライティルドーン、イッツオールグリークトゥーミー先頭、一気にフライティルドーン、イッツオールグリークトゥーミー、わずかにイッツオールグリークトゥーミー体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メジロマックイーン、これはいいスタートを切りました。ギンランドジャッジ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオペラハウス、花に立ちます。その後ろからはヴィンテージクロップ、この馬も上がっていく構えです。さらにはシングルスカイ、6番、ギンランドジャッジ、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。オペラハウス、先手を取りました。メジロマックイーン、後位をキープ。その外にワンダフルグルーヴ、その外からノーロッキー、では前の方からワンダフルグルーヴ、先手を取りました。内からはシングルスカイ、その外からオペラハウス、その外にヴィンテージクロップ、その外からノーロッキー、並んで8番シークレットコーラル、その外からシュボティカ、内からはギーンランドジャッジ、並んで9番エンバイロンメントフレンド、緑の帽子ノーブルクリフ、その後ろすぐ隣にヘッドエクスプレス。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からオペラハウス、先手を取りました。すぐ後ろにワンダフルグルーヴ、黄色の帽子シングルスカイ、その後ろ好位置をキープしています。メジロマックイーン、シークレットコーラル、すぐ後ろ、その後ろにノーロッキー、その隣にギーンランドジャッジ、内からはオイスターモントレー、ミスアレッジド、そのうちに続いています。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。先頭変わってシングルスカイ、シングルスカイ先頭、2番手はオペラハウス、先頭を捉えるか。メジロマックイーン、まだ後ろ、
懸命に前を追っています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってオペラハウス、オペラハウス先頭、残り 200m、 先頭はメジロマックイーン。オペラハウス必死に追いすがります。オペラハウス追いすがります。やはり強いメジロマックイーン、メジロマックイーン、メジロマックイーン。1着、2着にはどうやらオペラハウス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロマックイーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.